念仏には触らないで。ついてきて。ゴンザレスの手下が離れていったね。もう戻ってこないはずよね。どうかな。わかんないけどさ、とにかく危機はしばらく去ったみたい。途中いろいろあったけど、このラファー様のすごい力のおかげで悪党フランシスを追い出した。確かにデスラブラジオは天下第一ある。やっぱり私の魅力は無敵ね。子供まで抗えないもん。子供に悪いことを教えないで。途中で何一つまともなことはしてこなかったよ。まともなことはしたある。シンジケートはこんなに荒れてて理屈が通じなくて、お前らも悪い奴らに追いかけられていたのに。でも文句一つ言わない。ずっと楽しいままある。自分が楽しいだけでなく、楽しいことをみんなにも共有したある。私の映画もそうなりたいある。お前らは私のアイドルね。そう言われると照れちゃうな。そこまでではないよ。あるある、私も熱狂的なファンになっちゃったね。ラファー姉さんは最強ある。デイジー姉さんは3番目ある。ガオ様は2番目に強いから。はい、それでいいよ。そうだガオちゃん、あんたたちの撮影チームはまだ人を募集してるの？募集してるある。ラファー姉さんも参加してくれるあるか？もちろん、映画の撮影は面白かったもの。シンジケートを探し回ってみてもこれより楽しいものなんて見つからないから。楽しいことあるところにはどこでもラファーちゃんがいるという原則があるの。どうしてもあんたたちについていかないと。よかった。ラジオはビルは燃やされたし、スタッフもいなくなった。立て直すのは随分と手間がかかると思う。問題ないない、目の前の楽しいことの方が大事なんだから。ラジオを立て直すなんて後回しでも大丈夫よ。それにもともとディスカー特集を撮るつもりだったでしょ。今の状況はそれに最適じゃない。ガオちゃんは最も面白い映画を作り、私たちと一緒にディスカーの舞台に登るの。そして私は舞台でこう語るのよ。ガオちゃんはディスシティで最高最強の映画を作っただけじゃなく、我らがデスラブラジオの名誉スタッフで、しかもラファーちゃんの一番熱狂的なファンです。ってどう？スーパー楽しいことって感じでしょ。問題ない、私に任せるある。ゴンザレスのやつらはまだまあいいや。あなたたちと一緒にいた方が安全かも。これでいいか。